レストラントエダの戸枝忠孝です。軽井沢で地元食材を使ったフランス料理を提供しております。フランスでまず最初に思ったのは、あ、こんなに料理って楽しいんだなってすごい実感できて、日本で働いてたよりも本当にこの食材と料理人の距離がすごい近いっていうのが、それが楽しくて、あ、こういうとこで育ったものをこうやって作るんだなとか、こうやってさばくんだとか、本当知りたかったことがもう全部そこにこうギュッと凝縮してあるっていうのがあったので、まあ、毎日毎日楽しかったですね。だから今でも思いますけども、本当そのフランス2年ちょっとしかいませんでしたけど、その間が一番勉強したというか、一番料理に没頭できたなっていうのは思いますし、最初はね本当に軽井沢は他の地でも考えてたんですけども、でもそれでも、長野の食材を使いたいなってずっと思ってたんですけども、一番最初にこの土地に来た時には、あの空気感が、あ、フランスだなっていうのはすごい、日本じゃないなっていうのはすごいちょっと思って、冬に何もないのでやっぱ漬物にしたりとか、そういう文化もしっかり根付いてますし、で、あのジビエもすごい豊富ですし、川魚もあるし、素晴らしい土地だなっていうのはすごい思いましたね。生産者の方がすごい多くて、で、しかもすごいこだわりを持った方がすごい多いんですね、この長野の方は。なんでかわからないんですけども、すごい個性があって面白い試みをする生産者の方がいっぱいいまして、やはりこの土地に、まあ、軽井沢でオープンしようって決めてからは、生産者の方と、まあ、こちらの生産物に支えられてできたかなと思いますね。やはりフランスで働いてるうちに、2番のスーシェフの方だったんですけども、その方が、まあ、こういうコンクール知ってるかっていうので、こうパンフレットを見させていただいて、それで僕初めてその大会を知ったというか、でこういう大会で日本も出てるんだぞっていうのは聞いたんですけども、まあ、レジス・マルコンさんというシェフが、そこで優勝されて、なおかつ、まあ、僕の働いてる時にすごい、もうまだ二つ星だったんですけども、すごい注目されていまして、でキノコの魔術師と言われて、ぜひともそこで働きたいっていうの でまず食材に対してのなんていうのかな、愛情というか、でまたそれの食材を作られてる方 をすごい大事にされてるというか、キノコであったらキノコ取ってくる方もすごいリスペクトされてますし、そのキノコが育ってる森とかもすごいリスペクトされてますし、何よりその、 あの土地をすごい愛されてるというか、自分の地域をいかにこうお皿の上に表現するかっていうのを日頃ずっと考えられてる方だったので、まあ、あとは環境ですよね。ああいう本当の200人ぐらいしか住んでないあのちっちゃい村に、毎日僕らの時は本当満席で80何名だったかな、そこが毎日満席になるというお店だったので、まあ、僕も地元に帰ってとか日本に帰ったらこういうお店やりたいなっていうのはすごい思いましたし、まあ、その時から、まあ、どっかにこう憧れはありましたよね。挑戦始めたのはまあ4年前だったんですけども、まあ、前々回の大会の時に、まあ、2位と3位が、一緒に同行できる権利というかいうのがいただきまして、で、まあ、前回の、代表選手とともにこう、同行させていただいて、アジア大会と本大会ですね、準備段階から同行させていただいて、まあ、初めて僕も現地で、大会を見させていただいて、やはりこうすごいなっていうのを肌身でこう実感できたので、本当に国を背負ってやってるんだなっていうのもありましたし、あ、本当にここにまた立ちたいなっていうのは思いましたね。練習はすごいしましたね、まずは。で、練習するにあたってやはり、まあ、各国、強いチームとかは、絶対こう
ボキューズドールと同じブースを作って、そこでこうずっと練習されるんですね。やっぱり同じ配置であったりとか、同じオーブンを使ったりとかじゃないと、本当に秒単位分単位でこう、料理をしないといけないので、それはすごい大事なので、まずその施設を僕代表になった時にどうにかしてできないかっていうので、そこは本当にスポンサー様ですよね。中央のスポンサー様がお願いしたら全てお借りできるという形だったので、ちょうどうちにはガレージがあったので、じゃあそこにちょっと同じブースを組めるかどうかっていうので、電気を引いたりとかいろいろ設備を整えて、しっかり、まずは厨房ができたっていうのはすごいありがたかったですし、でそこで本当突出するすれすれまで、何十回も練習ができたっていうのはすごいやっぱり、緊張し向こうに行って緊張しなかったっていうのもそれがあったからだと思いますし、すごいありがたいですね。このやはりコロナ禍で大変なところを皆さんのこのスポンサーでサポートしていただいて、逆にコロナ禍っていうことで、飲食業界こう落ち込んでるところだったので、それまでにね、ちょっと前にはフランスの経営さんが三つ星と売られて、あ、いいニュースだなっていうのが出てきて、そういうのが聞いた時に、やっぱこういう飲食業界こういういい話が入ってくるとちょっとこう気も和みますし、あ、僕らも頑張ろうっていう気にもなるので、僕もそういうなんか、少しでも飲食業界盛り上げるじゃないですけど、こういう中でもちょっと挑戦する意味あるんじゃないかなっていうのはって思って、このままちょっと頑張って続行してこうやってみようっていうのは思いましたね。僕も夢だった舞台に立てたっていうのもありますし、初めからこう楽しんでいこうと、なかなか、日本で今回出れる僕しかいないっていうのもありましたし、緊張しても緊張しなくても料理は作らないといけないので、しっかり楽しんでいい料理を作ろうっていうのは最初から僕らチームでもテーマであったので、そこは本当に緊張せずに楽しく全力が尽くせたかなっていうのはありますね。まずテイクアウトボックスに関しては、トマトが主なメインの食材だったので、そこはチームで話し合って、トマトの一生というか青いトマトから熟れたトマトまでっていうので、こう構成を考えてっていう形でしたね。で大皿料理の方に関しては本当に、軽井沢の森、長野の森をイメージして、でお皿に移した時には、葉っぱが大きな朴葉の葉っぱをかたどったチュイルがあったんですけども、それが今回のテーマというか一番肝となるものだったんですけども、皿に移した時には、森の中で葉っぱをこう拾い上げた時のその葉っぱの下の風景というか、こういう世界があるんだよっていうのを表現するっていう形でチームで決めて、それをこうさらにうまいこと表現しようっていう形でやらさせていただきましたね。9位という結果だったんですけども、結果聞いた時にはその順位しか僕は見てなかったんで、皆さんどう思われてたんだろうなと、どうだったのか伝わったのかなっていうのはすごい不安なところもあったんですけども、ちょうど終わってから、レジス・マルコンシェフとこうお話しすることができたので、料理を、見させていただいて、日本をすごい感じられたと、でこれはすごい間違ってないから、でコンクールっていうのはいろんな国の人がこう審査するもんだから、分かる人もいれば分からない人もいるけど、僕はすごいよく分かるんで、ぜひもうこのスタイルを貫いてくださいっていうのをすごい言っていただいたので、
それは本当に嬉しかったですね。そこは本当に救われましたね、うん、やってよかったなというところありましたね。やはりでも、世界のレベルの高さっていうのはすごい実感しましたし、逆にすごいその技術的にも勉強にもなったので、あとはもうやっぱり世界各国から皆さん来られる、やっぱりこうその国を表現する術というか、その住まわれてる土地、自分のお店の場所をこう表現する術というのを皆さんいろんなアプローチで料理に反映してきたと思うので、まあ、マルコンさんの料理とかもそうなんですけども、写真で見て、あ、これマルコンさんの料理だっていうのはすごい分かるんですね。だから僕もそういう、自分にしかできないスタイルで自分にしかできない料理をもっとこう追求してできればなっていうのはより思いましたし、もっと頑張らないといけないなと思いましたね。すごい大変な大会ですし、準備も大変ですし、やる前はね、これが最後だなっていうのは思いましたけど、やはりあの皆さんそうだと思うんですけど、あそこのステージに立つと、またここの味わいたいなっていうのもありますし、逆に僕らは表彰台上がれなかったので、表彰台上がってる他の国の姿を見ると余計にもう一回挑戦してみようかなっていうのも湧いてきましたし、でもそういう何かこうくすぶられる大会になんだろうなとは思いますね、やはりずっと憧れてきた大会なので、負けてもまだ憧れはありますし、あそこでいつか日本がね、こうトップにこう立てるような大会であってほしいなってすごい思いますし、いや素晴らしい大会だと思いますね。まずは自分の店ですね。半年休んでたので、勉強したことをここでしっかりもう一回いい料理を作って、お客さんに喜んでいただきたいなっていうのが、まずはそこですね。